はい、クズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはこちら。はい、はい、はい、ワンピースから、はこれルフィとナミです。はい、前回の動画と同様のシリーズですね。はい、こちらも非売品となっております。いや、あのね、あのこれ、あのその日のうちに2個取って、あの取りだめしてたわけじゃないんですよ。普通に今日また代引きできたんですね。しかも、こっちの方、これが、まあいいや、ということで2連チャンでね、代引きできたんですよ。はい、びっくり。あれと思ってね、あれ、ソロとチョッパーもう手に入れたけどと思ってね、で見たら、ルフィとナミでした。すっかり忘れてましたね。いやー、参った参った。はい、ということでね、こちら、もうすでにね、袋からこうね、出してあります。あ、袋は出してねえんだ。なんかデジャブだな。まあいいか。こういう状態でね。はい。ということでね、早速ね、この袋を開けてみ、たいと思います。まあ、プリングルス食べて、開封していきます。はい、ということでね、早速、組み上がりましたんで見ていきましょう。まずはね、ナミです。はい、はい、いや、いいね。はい、いや、いい、ほんと出来いいな、これ。造形もいいしね。今回もまた塗装のムラがない。はい、いや、すっごい、ちょっと見えちゃったけど、あー、いいね。アイプリントも綺麗。いい、素晴らしい。いいね。ポグポーズもね、ちゃんと再現されて、いや、すごい。いや、はい、ナミ。続いてね、はい、ではルフィ見ていきましょう。こちら、はい、ルフィもいいですね。爪楊枝を加え、爪楊枝でいいんだよな、わかんないけど、串加えてますね。ルフィもね、チョッパーと同じようにちょっと斜め上飛んでる感じね。うん、これまた綺麗に塗装されて、素晴らしいね、このシリーズは。当たり前だー。いやー、これはいい。麦わら帽子もね、いいね。はい、いや、今回もすっごい綺麗。うん、はい、といった2体ですね。はい、いや、すっかりね、こちら注文してると
言うのを忘れてましたけど、届いてみてよかったですね。本当当たりですね。よくできてる。まあこの後もね多分あるんでしょうね、他のメンバーがね。はい、まあ手次第買いますけれども、はい、ということでね、今回も短いんですが、これにて終わりたいと思います。はい、ではね、皆さん、チャンネル登録、あといいね、コメントもくださるとありがたいです。では最後は回転台座にてお別れしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。